はいどうも、ご安全に。性感用接触人カジチャンネルのカジです。今回はステンレスの歪みを焼いて直す機会があったので、その動画を使ってステンレスの歪みを焼いて直す時の焼き方のコツなど解説できればと思います。歪みの直し方は人にもよりますし、板の厚みや構造によって様々なのですが、今回は単純に直線的な溶接で曲がってしまった板を焼いて直す場合を動画にしています。私が歪みを焼いて直す場合の基本の木と思って視聴してみてください。少しでも皆さんの参考になればと思います。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。今回はステンレスの歪みをガス切断機で焼いて直す一番単純でよく使うパターンのコツをご紹介します。まずは今回歪みを直す品物の概要を説明します。このような10ミリの板があります。この上に厚さ6ミリ、幅50ミリのフラットバーを箱型に組みます。このフラットバーより出ている部分は85ミリです。箱の中には補強なども入っているのですが、その部分は歪みには関係ないので割愛します。図面指示ではこの箱と板の外側を墨肉溶接してくださいという指示でした。ではこの部分を墨肉溶接するとどうなるでしょうか。 A から見た断面図を見ます。この板はこのように曲がります。ここで申し訳ないです。今回の動画では溶接によりどのぐらい曲がってしまったのかをストレッチを当てて確認するという動画も撮ったつもりでいたのですが、撮れていませんでした。なので図で説明しますね。板にストレッチを当てるとこの85ミリの幅で約2ミリ曲がっていました。ここを焼いて直そうというわけです。さあ焼いて歪みを直していきますが、焼きを入れる前にすることがあります。これまでの歪みを理解しようシリーズを見てくださっている方ならなんとなくわかりますよね。私はなるべく力を加えた状態で熱を加えて歪みを直します。今回の場合はたまたま大きなエッジ孔があったので、そこに拘束して墨肉溶接した裏側を焼きました。皆さんの周りには都合よく大きなエッジ孔なんてそんなものないかもしれませんが、周りにあるものを工夫して使って仕事をする、これは性感の基本の一つだと思っています。皆さんも難しい問題にぶつかった時はいろいろな工夫で乗り切ってスキルアップしていきましょう。話を戻します。今回の品物の断面を見るとこのような形です。この部分の溶接によってこのように曲がってしまいました。この部分の寸法は50ミリなので、品物をひっくり返して50のアングルをこのように使って万力で拘束しました。実際に見てみるとこうなっています。こうすることにより焼きを入れた時に膨らむことを抑えています。では焼いていきます。局部的に強く熱を加えたいので A 型切断機を使っています。今回のような歪みを直す時の焼き方のコツとしては、前にも解説したかもしれませんが、強く早くが私の焼き方です。物の形や厚さによって焼く強さは同じではありませんが、基本は強く早くです。原理を簡単におさらいしておくと、鉄、非鉄金属は熱を加えると冷めた時に縮むのですが、このように板の断面があってこちら側に焼いて曲げたい時はこの板厚のこちら側しか熱を加えたくないからです。熱は加えたいけど裏にはなるべく熱を伝えたくないという考え方で焼くので、強く早く焼くというわけです。水の使える場所で焼く場合は
裏に水をかけながら焼くとより効果的だと言えます。火を当てた場所を見てみますね。少し焼いた跡が確認できます。今回くらいのステンレスを焼いて歪みを直す場合、私は焼き色が出ないくらいのスピードで焼きます。火の強さは最大にして、高圧ガスは使っていません。今回くらいの強さでステンレスを焼いた場合は、時間をかけて冷ましても水をかけて急冷してもどちらでもいいとは思いますが、水をかけられる場所で焼く場合は、先ほども言いましたが、裏から水をかけて冷ますと時間短縮にもなり一石二鳥です。今回は流水を使える場所ではないので、バケツの水をタオルに含ませて冷ましました。濡れたタオルにエアーをかけて気化熱を利用して冷まします。タオルがキンキンに冷えて効率的に冷ませます。この冷まし方は水を使いづらい場所では比較的早く熱を取れるのでおすすめです。知識として知っておいてほしいことがありますのでご紹介します。SAS304 などに代表されるオーステナイト系ステンレスは、450度から850度の間ではクローム炭化物ができてしまうために、クロムの量が不足して応力腐食割れというのを起こしてしまう可能性があります。歪みとは別の次元の素材の話にはなりますが、オーステナイト系ステンレスに大きな熱を加えた場合は急冷する方がいいと思ってもらってもいいと思います。では万力を外して見てみます。まっすぐになってますね。今回くらいの板厚のステンレスの歪みを直す場合は、このぐらいの焼き方で十分な場合が多いです。 SS だともう少し焼いた方がいいと思います。 SS の板を焼いて歪みを直す動画も機会があればご紹介しようと思いますので、気長に待っていてくださいね。はい、今回の動画どうでしたか？焼いて歪みを直す場合、私の場合は今回のような要領で焼きを入れます。ステンレスは特にですが、熱を加えて酸化するといいことはありません。もちろんしっかり熱を加えなければならない場合もありますが、むやみに熱を加えるよりもできる限り拘束できるところは拘束して、強く早く熱を加えてスムーズに歪みが直せればいいですよね。質問・感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。